パワハラ上司に精神と胃をやられ転職をした。今日が出勤初日。新しい上司もまたパワハラだったらどうしよう。さよならが嫌いな弓と矢、的と自分、そこにはそれ以外何もない。おいこら、何弓引いてんだよ。今日は部活休みのはずだろ。いや、ちょっと見なさい。学校へはどうやって行くのですか。優しくてだけど寂しい感じのするような、なんだか不思議な人です。眩しくて、もしかするとシム君にとって私って、あることないこと言われるのは、僕はなんだ。ごめんね。なんなんだ。よかったね。なんで。なんなんだ。ああ、とてもこの世の光景じゃない。ここは極楽浄土。それとも。どうか私に見せてください。あなたのような人間が人生を取り戻せるかどうか。天国に連れてってやるからよ。探してたんだ、天国。天国だ。地獄です。見せたくないものばかりを見せた。君か。デートでもしませんか。デート正しい間違いが不安定で裏返しの本音がたまって。今みんなを救えるのはあなたたちだけよ。進める。進んできた。逃げたら一つ、進めば二つ。最初からずっと流れさよい急増返上に。おじさんはミリのパパ。今日の仕事は絶対外せないって言ってたから。言い訳すんな。仕事と子供どっちが大事だと思ってんだよなあ。テレビアニメバディダディーズフレンズデイのオファー。はい、あけぼのテレビで毎年行われるチャリティーを目的としたあの24時間番組です。合宿って今から24時間。訴求力だ。僕たちの物語はまたここから始まるんだね。うん。堀さんがいて、みんながいて、見たことのない景色ばかりで、怒ったり泣いたり笑ったり、どんどん日々は色づいていくんだね。抜いてみろ下手くそ。よろしくです。お前あれだぞ、あと5点取ったらな。めんどくさいな。俺がこの目で確かめてやる。本当に回想主がこのザマで、一体何が指揮官ですか。ここまでなのか。絶望からは誰も逃れられない。私を置いていきなさい。嫌だ嫌だ嫌だ。絶対に終わりかは未来の科学者のもとへ。いただくぜ白夜、てめえの何十年、あたい千金のお宝をな。プラチナゲットできりゃ石化復活液無限生産マシーンの爆弾だ。北には何しに行くんだい。転移事件に巻き込まれた母を探しに。だからこんな無茶な依頼を受けようってんだろ。あたしたちと一緒に受けないかい。足引っ張って誰か死ぬようなことになったら許さないんだから。主人公でもなく、ラスボスでもなく、物語に陰ながら介入し、実力を見せつけていく存在。夜が明ければ全て終わっているのだから。影の実力者。共に始めよう僕らの新しい世界を。その時誕生するのだ、地上最大のロボットが。あなたに聞きたい。人間の憎悪は消えますか？消去しても消えないものですか？
これだけの規模の作戦だ。連携が重要になる。あの日の雪辱を果たすんだよ俺が。奴が街へ降りたら未曾有の大災害になる。何度も心が叫んで涙ぬぐっていく。もう一あの時僕が魔人ヒョードルの罠を破っていれば。作戦を捨て逃げよう。この状況ダゾイさんならどうする。誰一人見せん。我が理想に。平和が死神たちを弱くした。奴らは必ずまた来る。遠くない未来にな。希望に満ちた温かな歌種のごとき戦いはここで終わる。愛心配だな。無事に戻ってきてくれたらいいけど。我们分头找。陆光。トルフィン、お前の体は生きたいって言ってるぞ。生きたいのか。俺は生きてどうするんだ。どこがいいんだよこんなガキ。星晶体、天元様と適合する人間と同化し、肉体の情報を書き換える。今でも青が澄んでいる。今でも青は澄んでいる。